どうもこんにちは、お日様止めの管理人です。今回は、新たに加入した4期生の、証言寺陽子ちゃんのプロフィール画像を見て、困惑するお日様たちを見ていくぞ。プロフィール可愛すぎる。マグロ。やあ。漏れたようだ。絵がうまい。可愛すぎんよ。これだけ見るとちょっとひなのを感じるわが。ケツで喋るマグロを描くセンスにはお日様も変化球を感じたようだ。私や4期生日向坂のところいい子すぎて泣いちゃう。日向坂の化身と言っても過言ではないな。太陽の子だし。日向にぴったりの素敵な名前だ。ちなみに余談だが、証言寺という名字は全国で60世帯しかいないようだ。加えてバイコロ姉貴の浜岸という名字も意外にも全国で約100世帯と珍しい名字のようだ。お肉、マグロムムム。かわいい。こういうところがお日様には刺さるようだ。好きな食べ物でマグロの絵を描いて喋らせてるの若干狂気。日向の母、マグロ好きなの？じゃあ今度釣ってくるね。マグロ、ニア連続。思ったよりも幼くて儚さと脆さも感じるから大事に育てていかなきゃだね。まだ15歳だもんな、里見つかしてしまうわ。メル思い出したぬき顔の美人な気虫珍しいなんて次元じゃない名字陽子という名前フルートや空手など多芸自分の弱さをさらけ出せるピュアな性格芦屋のお嬢様。なんか人気出る要素全部持ってるな。今後が楽しみだ。証言寺ちゃんを国民全体で守りたい。素を一番出していけるグループに入れたのは運命だね。よかったよかった。これから応援していこう。今までに遭遇したこともないだろう。変な対戦がわらわらいるからな。逆に怖くなって素が出せなくなっちゃうかもしれない。同名字になりたい先輩がいるグループだからな。この子がトシちゃんに同名字になりたいって言われた子か。マグロが言葉発してるの。ここで初めて気づいたわ。わら同名字になりたいも受け身取れる子かもしれない。同名字にどう反応するかでポテンシャルを試される恐ろしい組織だ。お母さんへの手紙泣けた。大事に育てられたのがわかるね。4期生はみんなで守りたいね。むしろ思ってたより子供っぽくて安心した。早く素が出せるようになったところを隠し撮りされてほしい。隠し撮りは免れないようだ。陽子が言うならマグロはケツで喋るんだよ。だそうだ。ということで、今回は以上だ。管理人は証言寺ちゃんに、とてつもないポテンシャルを感じているぞ。お日様止めのブログの方では、他にもいろんな記事を投稿しているので、いかったら見に来てくれよな。URL は概要欄に貼ってあるぞ。今後も動画を定期的にアップするので、チャンネル登録してくれたら嬉しいぜ。ではまた。